寄宿学校のジュリエットは、金田洋介による日本の漫画。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、ロミオとジュリエットを本案した作品であり、東和国とウェスト広告という二つの国家が対立する、架空世界で東和国の少年、犬塚ロ、水のエオスとウェスト広告の少女、ジュリエット・ペルシアが織りなす恋模様を描く。本作は、別冊少年マガジンで連載が始まり、 2015年8月号から2017年7月号まで連載された。その後、週刊少年マガジンに移籍し、2017年43号から2019年40号まで連載された。全119話でコミックスは講段者コミックスから計16巻刊行されている。メディアミックスも行われており、2018年には本作を原作とした。 テレビアニメが放送されている。2020年6月時点で、累計発行部数は370万部を突破している。本作の主人公、犬塚ミ水のエオスは、ダリア学園という寄宿学校の学生で、黒犬の寮の高等部1年生のリーダーを務めていた。この寮は、東和国の学生専用の寮であり、ウェスト広告の学生が住む。 白猫の寮とは敵対関係にあった。しかしロミズノエオスは、白猫の寮の高等部一年生のリーダー、ジュリエット・ペルシアに片思いしていた。一学期のある夜、ロ、ミズノエオスはジュリエットに告白する。彼の告白に心を動かされたジュリエットは、告白を受け入れ、二人は秘密裏に交際を始める。その後、ジュリエットの親友のシャルトリュエスティアと、ロミズノエオスの親友、 小前連機が二人の交際を知るが、それ以外の学生には気づかれないまま、ロ・ミズノエオスたちは体育祭を迎える。体育祭では、ジュリエットが寮内の派閥争いに巻き込まれて負傷する事件が起きる。ロ・ミズノエオスは、主犯のアビシニアを成敗するが、最後の騎馬戦で起こったアクシデントが原因となり、チームの敗北を招き、リーダーの座を追われる。一方、ロ・ミズノエオスの兄、 アイルは、ロミズノエオスとジュリエットの内通を疑うようになる。体育祭終了後に行われた、ジュリエットの誕生日会で、二人はアイルから追求を受けるが、辛くも切り抜ける。この一件を経て、ロミズノエオスは、学園の変革を決意し、そのために、閣僚から選出され、学園内で特別な権限を有する、監督生になることを目指すようになる。手始めに監督生、 オーテリアの補佐役に就いたロミズノエオスは、その後、夏休みの合宿で兄に一死を報い、これを良性に認められて、リーダーに復帰する。二学期、ダリア学園で、学園祭が開催される。そこでジュリエットは、学園に来園した母親から、かつて黒犬の量の寮生と白猫の量の寮生が、交際していたことと、後に、それが露見して二人が退学に追い込まれたことを、 知らされる。その二人とは、ジュリエットの父、ターキッシュと、ロミズノエオスの母、チカズだった。チカズと話したいと思ったジュリエットは冬休みを利用して、犬塚家を訪ねるが、遅れて帰省したアイルに、ロミズノエオスとの交際を知られてしまう。二人の交際に反対するアイルに対し、ロミズノエオスは、兄弟喧嘩を挑んで勝利する。破れたアイルは、交際を黙認した上で、 ロミズノエオスとジュリエットに対し、閣僚から一人ずつ選ばれる、監督制代表にそろって就任するよう葉っぱをかけた。二年生に進級後、監督制選抜選挙が開催される。ロミズノエオスとジュリエットは選挙で最も多くの票を集めて監督制代表になることを目指すが、選挙には、ウェスト広告に強い憎しみを抱く犬、神ーネも立候補しており、ロミズノエオスとレーネは、 黒犬の寮の監督制代表の座をめぐって対立する。そして選挙戦の最中、ロ、水のエオスとジュリエットが交際していることを知った、レーネは投票日当日に全校生徒に向けこれを暴露する。二人はわ叩く間に避難の的になるが、黒犬の寮のアウトロー的存在である丸竜千鶴が二人を支持したことで潮目が変わり、 最終的に黒犬の寮の監督制代表にはロ、水のエオス、白猫の寮の監督制代表にはジュリエットがそれぞれ選出された。監督制代表就任後、ロミズノエオスとジュリエットは学園の変革の一環として、それまで寮ごとに分かれて実施していた修学旅行を改め、二両合同でウェスト広告に赴くことを決定する。旅行中、ロミズノエオスは、 ジュリエットの両親に挨拶することを計画するが、逆にターキッシュによってジュリエットと引き離されてしまう。学友たちの助力を得て、ペルシア邸で再会した二人は、交際に反対するターキッシュに決闘を挑み、勝利する。ロミズノエオスとジュリエットは、自身の夢を叶えるため、ダリア学園からの卒業を機にそれぞれ国に戻るが、その後も交際は続けた。そして卒業から7年後、 二人がダリア学園で結婚式を挙げたところで物語は終わる。声は本作を原作としたテレビアニメにおける声優。作中世界には東和国とウェスト公国という二つの国家が存在する。両国は過去に戦争を繰り広げており、作中では片だけの和平が結ばれた状態となっている。本作は許されない立場同士の禁断の恋という王道の ラブストーリーであり、そのストーリー性に加えて、個性あふれる登場人物が魅力となっている。特に、ヒロインのジュリエットが主人公のロミズノエオスに出れる姿は、ライターの立花桃から、反則なまでにいじらしく、読む者は皆陥落させられてしまうと評されている。漫画大賞の発起人として知られる、吉田久則は、本作について、話ごとに女性キャラクターの決めカットがあり、 その、決めの大イゴが読みどころとなっていると語り、本作を大イゴラブコメと評している。この大イゴについて、作者の金田は、その手前でマイナスの流れを作ることを意識しているといい、大イゴとの触れ幅を大きくすることで大イゴがより魅力的なものになるよう工夫していると語っている。 2018年3月14日、本作のテレビアニメ化が発表された。その後、同年10月から12月にかけて、テレビアニメが放送された。全12話で、ロミズノエオスとジュリエットが交際を始めてから、ジュリエットの誕生日会までのエピソードが描かれている。テレビアニメの監督は、タクノマコトキが務めており、タクヤが講談者コミックスをアニメ化するのは、山田くんと七人の魔女。 恋と嘘に続き3作目となる。過去2作のアニメ化はいずれもアニメーションプロデューサーの芝、広和が起点となっており、拓也も芝から依頼を受けて、監督を務めた。しかし、本作については、講談社の側から、拓也の監督で、アニメ化という提案があったという。スタッフィングにも拓也の意向が反映されており、撮影監督の田村一志や、音楽の横山勝は、過去に、 拓也と仕事を共にしたことがあり、そのつながりから本作でも起用された。テレビアニメでは、吉岡隆がシリーズ構成を務め、全話の脚本を手掛けている。吉岡は本作をアニメ化するにあたって、ロミズノエオスを男が惚れる男として描写するという方向性を打ち出しており、制作にあたってはその方向性を軸とした上で、女性キャラクターも、 魅力的に描写するという方針が取られた。女性キャラクターを魅力的に描写するという点については、一例として、撮影処理にそれが現れており、本作では撮影処理の際、可愛くキラキラした雰囲気になるように工夫が施されている。また、劇ともは弦楽器を風情たっぷりに使ったものとなっている。これは、クラシック音楽を意識したものであり、拓ヤによると、 本作が西洋の要素を含んでいるため、劇ともについてもそれを踏まえて制作が行われたのだという。キャストはオーディションにより選出されている。ジュリエット役のチの愛やレ気役の桜クラ・アによると、音響監督の鶴岡陽太から、キャラクターの設定年齢ではなく、そのキャラクターが持つ個性を重視して、演じるよう指示があったという。なお、 主題歌はいずれも、ロミズノエオスとジュリエットの二人にちなんだものになっている。ラブ・ウィズ・ユーは二人の視点から歌詞が書かれており、一番は、ロミズノエ U 視点、二番は、ジュリエット視点の歌詞となっている。いつか世界が変わるまで、はジュリエットが持つ雰囲気を意識して制作されており、また、タイトルについては、ロミズノエオスがジュリエットに告白した時のセリフから、着想を得て命名された。 テレビアニメは TBS テレビ毎日放送 BSTBSATX の計4曲で放送された。このうち ATX を除く3曲ではアニメイズム B1 枠での放送となる。またテレビ放送に加えて Amazon プライムビデオでのネット配信も行われており中華人民共和国を除く全世界に配信されている。このギャオでは 誇長役の日高里奈と、テリア役の小倉ゆいが出演するインターネット番組、寄宿学校のジュリエット日高里奈と、小倉ゆいの、ワン、ルームが配信されている。テレビアニメを収録した BD は、NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンから、リリースされている。全4巻。また、2020年3月31日には、テレビアニメ全話を収録した BD ボックスがリリース、される。 なお、一部のコミックスでは、通常版に加えて限定版、特装版がリリースされている。もち忠一、金田洋介、小説寄宿学校のジュリエット講談社、ケイシー・デラックス、2017年2月9日、第1冊発行、ISBN 978から4から06から39 3157から、例アニメ化を記念して公式アンソロジーコミックが、 発売されている。計30名の作家が企画に参加し、イラストや漫画を寄稿している。講談社コミックプラス以下の出展は、講談社コミックプラス内のページ、書紙情報の出展としている。ありがとうございます。